大学やめちゃしやがって。お前ら俺に力を貸してくれ。なんでこれ、レベル50のタイガさんがニコと一緒に助けに来てくれたよ。ありがてえ。タグ、そのクールな表情、キンキンに冷えてやがる。そしてニコちゃん、キュンキュンな顔してやがる。余計なこと言ったから帰っちまったよ。こんにちは、アスブンジャーです。今日はジーニアスギアで遊びます。こちらは仮面ライダービルドのリアルアクションギアの第5弾に相当するんですけど、1回200円で全部で7種類です。こちらはですね、ネットで全部揃ってるやつを買いたかったんですけど、なぜか今回どこにも売ってなかったので、もう仕方がないので、もう実際に回してきました。ラインナップはこんな感じで、完全新規なんですよね。で、この、特にこのドッグタグですね。これがあるのがいいですよね。ちなみに、第3弾がスクラッシュギアで、第4弾はハザードギアでした。とりあえずこんな感じで出ました。ダブってるのもあるんですけど、1番から順番に見ていきます。まずはジーニアスフルボトルです。オレンジのカプセルにこんな風に入ってました。出しました。全部クリアで、これめっちゃいいですね。これで、しかも塗装もされてます。シールは全部で3枚なんですけど、これキラキラに光ってやがりますね。これ最高ですね。これ貼りました。こことここですね。さすがにですね、ここが押せたりとかですね、ここひねれたりとかそういうことはできませんけど、でもこれやっぱクリアパーツで造形も素晴らしいですね。これでちゃんと中もなんかこう再現されてますね。デラックスと並べるとこんな感じで、かなりちっちゃいです。そんじゃですね、今までのビルドドライバーにちゃんとはまるかやってみますね。お、カチッとはまります。落ちないですね。おー、いいですね。せっかくなんで音声確認しますね。そしたら次は2番のビルドドライバーです。大きいピンクのカプセルにこんな風に入ってました。出しました。これにレバーですね。これここかけてるのはちゃんと形が合うようにつけて完成です。で、フルボトルの方なんですけど、いつもはですねクリアパーツだったんですけど、今回は中のこの肉抜きががっつり開いてるプラになっちゃったんですね。おっしゃったんでしょうか。シールは全部で4枚です。貼りました。なんかいつもより大きい気がしますけど、とりあえず入れてみますね。これ、貼ります。で、ちょっと一応落ちないです。で、取ってみて、こいつものやつは、あだ、例えばこれライトとか、同じですね。大きさは意外と同じです。なんかこれちょっと大きく見えたんですけど、同じですね。あとですね、今回のビルドドライバーはここにですね、ハザードトリガーのやつちゃんとついてたのでセットできます。あ、これは良かったですね。なのでこれプラスジニアスをつけてもいいですね。おー、かなりボリュームがあります。4日を見たとき、めっちゃ飛び出てますからね。これ、せっかくなので久しぶりにスマホウルフも確認しますね。
次の3番はフルフルラビットダンクボトル括弧開発中です。これは劇中ではですね、ハザードトリガーを破壊する装置として出てきたので、ハザードトリガー破壊装置とかそういう名前だと思ったんですけど、本当にフルフルラビットタンクボトル開発中という名前でした。大きくて白いカプセルにこんな風に入ってました。出しました。これはですね、シールもなくて、ここのキャップが回ったりとかそういうギミックとか一切ないですけど、でも大きいです。この前ですね、ガシャポンのフルフルラビットタンクボトルをカットして自分で作ったんですけど、これめっちゃちっちゃいですからね。まさかこれだったらどうしようと思ってたんですけど、でっかいやつですね。よかったです。これは結構いいですね。さすがにですね、デラックスよりはちっちゃくなってますけど、食玩のラクラクモデラーよりは大きいです。これなんかちょっと金属っぽい感じにも見えるので、かなり当たりだと思います。一緒に並べるとこんな感じです。さすがにですね、このちっちゃいの1個で200円とかだったらちょっと怒りますよね。これはでかいやつです。ビルドドライバーと並べても結構大きいですね。次の4番はドッグタグサータリバージョンということで、これグリスのことですね。黒いドッグタグです。緑の小さなカプセルにこんな風に入ってました。沢渡和美と和美だから和美なんですよね。で、この下の番号は多分個体番号ですね。識別番号で北斗ブラッドタイプ AB IB 型だったんですね。まあちょっと変わってますもんね。そしたら次は5番の赤羽のドッグタグです。赤いカプセルにこんな風に入ってました。出しました。大山勝、あ、勝って言ってましたね。で、北斗ブラッドタイプ O 大型だったんですね。キャッスルの人ですね。次は6番のキバーのドッグタグなんですけど、ちょっと出なかったんで、7番の青葉のドッグタグいきます。こんな風に入ってました。出しました。相川修也、北斗ブラッドタイプ A 型だったんですね。彼はクワガタの人なんですけど、暴走したハザードフォームのセントに蹴り殺されちゃったんですね。6番のキバーですね、赤羽のやつがですね1個ダブったんで、これで作ります。いつもだったらテレビくんの写真を拡大コピーして貼り付けるとこなんですけど、これちょっと文字がかかっちゃってるんですね。なので今回はテレビマガジンの108ページですね、これを拡大コピーします。というわけでコンビニで拡大コピーしてきました。250% でやるとだいたい同じですね。切り取りました。これをここちょっとですね、穴もつけてあるんで、このぐらいでしょうかね。ここら辺でここに通して、でテープですね、くっつきますね。おお、ぴったりです。ただですね、ちょっとこれ名前が三原小吉、あ、小吉って言ってましたね。小吉で、これ北斗ブラッドタイプ B です。4つのドッグタグを全部並べるとこんな感じです。頭が AB で、赤羽が O で、青羽が A で、キバが B となっていて、血液型の4種類が全部揃ってますね。ちなみにですね、勝手に作ったスナイプのタイガさんのドッグタグを持ってるんですけど、これよりまあ、ちょっとちっちゃめになってますね、これ。まあ、でも本当、まあ、これも取ったら、これ取れるんですかね、これ。取れないです。全部並べると、こんな感じです。今回は、ビルドドライバーの部分以外は、もう完全新規で、いいラインナップだったと思います。ただですね、7種類もあるので、全部ストレートで集めるのは、かなり難しいと思います。ただですね、まあ、この辺ですね。こういうふうに拡大コピーして貼り付ければそこまでダブらないで済むかもしれません。まあよく言えばエボルドライバーとか入れてくれたら最高だったんですけどね、ちょっと難しかったんでしょうかね。まあでも、もし次の段があればエボルドライバーとエボルトリガーとグレートクローズドラゴンとか
そのあたりが出てくれるんじゃないかなと思います。というわけでジーニアスギアで遊んでみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。